LGP では PSP や PS3 でも実現してきたオーグメンテッドリアリティをさらに進化させた現実と仮想の世界をつなげる新しい遊びを提案しています。 LGP の前と後ろにある2つの目はゲームで使用することにフォーカスしてチューニングしたカメラです。センサー類も全てゲームを使うことを最優先に選びました。現実はあなたの手のひらの中で自由自在に動かすことができるようになります。実はこれも言葉で説明するよりも実際にお目にかけた方がお分かりになるといただけると思います。現在開発中のワールドワイドスタジオのタイトルをご覧いただきながら説明させていただきます。吉田さん、再びよろしくお願いします。はい、それでは現在開発中のみんなのゴルフシリーズの最新作を実機を使って今左が申しました現実世界と仮想世界の融合、これは一体どんなことを言っているのか一つの例としてデモをお見せしたいと思います。まず、画面をご覧ください。解像度の高い非常に美しいゴルフコースになっています。よく見ると風が吹いていて草が、なびいていたり葉っぱが舞っていたり、ちょっとキャラクターに話しかけてみましょう。ちょっと気が散りますね。かわいそうですね。タッチパネルで自分のスコアを確認してコースの様子も見てみましょう。このホールは先の方に行くと右の方に曲がってますね。ということはピンの位置もちょっと動かして左の方から攻めてみたいと思います。でここでこの目の形のアイコンをタップしますと今度はキャラクターの視点カメラに変わります。で私がここに立っているとして私から見て左側、皆さんから見て右側に球を打つ、そういう感覚。そして NGP を持ってですねこう動かしますとキャラクターが立っているところからの様子が見えます。ちょっと縦にして見ると空が高いなとか雲が動いているなとか見えますね。でせっかくですからちょっと私の周りも見てみましょう。なんと目の前にはなんか変なロゴが立ってますね。ちょっと気になります。さらに回っていきますよ。これが後ろの方、なんとキャラクターここに立ってたんですね。ここにいました。おい、じゃあちょっと戻っていきます。どうもこの銅像気になりますね。でアドレスするんですが下を見ますと当然そこにはボールがありますね。タップしてちょっと T の形を確認して、あとさっき風が吹いてましたからね、ちょっと確認。それでこのアドレスからスイングをイメージしてみましょう。こういう感じですね。こういう感じで、まあいいんじゃないかなと確認できましたら実際打ってみます。ショットはボタンを使います。いいですね。ナイスショット出ましたね。フェアウェイに止まってくれるかな、どうでしょうか。よかったです。このような形で NGP が搭載していますプレイステーションムーブでも使ったような非常に高性能な六軸のジャイロセンサー、それから加速度センサーを使いましてまるでプレイヤーがみんなのゴルフの世界のゴルフコースに立っているかのような感覚、現実の世界とゲームの世界を軽々と行ったり来たりするようなそういった感覚が実現できていることをご覧いただけたかと思います。いかがでしたでしょうか。